まずケッペル投手からお話を伺いましょう。1年3ヶ月ぶりの復帰登板、今日はどんな気持ちでマウンドに上がったんですか？お久しぶりですWalking out of the field, hearing you guys support me. It's been a very long time since I've been up here, and I just want to say thank you for all your support. なんて言ったの？みんなもありがとうって。札幌ドームのマウンドだったんですけれども、このマウンドに上がった時に周りを見渡して、変わらない多くのファンの皆様のサポートをいただきまして、まずは本当にそれに感謝したいと思います。ありがとうございます。そしてこの久々の一軍マウンドで5回2アウトまでパーフェクトピッチング、今日のご自身の投球を振り返っていかがだったでしょうか？ Very surprised. I was trying to make it easy on Kuriyama Kotoku. Perfect game over is easy to pull me, I'm sure. まあ自分でも本当に驚いたっていう言葉が正しい表現かと思うんですけれども、まあ、パーフェクトだと監督の判断が難しくなったと思うので、パーフェクトじゃないところでそういうことで受かったんじゃないのかなと思います。まあ、去年の手術からおよそ1年にわたる長いリハビリ期間がありました。どんなことを考えながらこの今日の復帰に向けて調整を進めてきたんでしょうか？I really want to thank Nakagaki coach and all the training staff that spent months and months working with me. A couple of weeks ago, I didn't know if I'd be here. So, thank you. Thank you, those guys. さんに本当に感謝したいと思いますし、本当に2週間前はこういうピッチングができるとは夢にも思ってなかったんですけれども、こういうピッチングができて本当に嬉しく思います。これでケッペル投手はおととしの10月以来という1年9ヶ月ぶりの勝利になりました。さあ、後半戦の戦いに向けて意気込みをお願いします。It's been a while, like I said, but it's been great. These guys here are standing with me. I got the Keppel run support, which we used to get a lot in the old days. I hope we can continue that and make a nice push for a championship. 本当に隣に立っている2人、そしてベンチにいる野手の皆さん、本当にいつもこうやってランサポート、得点を取ってくれるので、こういう展開をどんどん続けていけば先が見えてくると思います。これからもよろしくお願いします。